銀座コージーコーさん、銀座コージーコーナーさんのチーズスフレです。全部で5個買ってきました。今銀座コージーコーナーさんでは毎月 1,2,3 日はチーズスフレがお得に買えます。いただきます。すごい久しぶりに食べる。おお、うん、うわー、おいしい。シュワ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 っというふうに口の中に溶け込んできます。チーズのコク深い味わいと後味の爽やかさがたまりません。食感はふわふわとした感じで、口に入れるとしっとりと溶けてなくなります。美味しいね。ちょっと温めてみようか。レンチンしました。すごい香りがね、ふわーって香ってきます。で、さっきよりもシュワシュワ感がすごい。
まらん。これもとろっとろです。数倍美味しくなります。もうシュワシュワとどんどん溶けていく感じ。その溶ける間がもうめちゃくちゃ美味しい。チーズの美味しさとクリーミーな感じが口いっぱいに広がります。うわ、食感でやられる。手は洗っちょる。ちょっと焼いてみようか。焼きました。うわ、香ばしい香り。うわー、すごっ。あ、焼きはいいなこれ。あー、声が出ちゃった。最高。うわ、これ。めちゃくちゃ美味しい。
もう食感も味わいも、もうかなりグレードアップしました。美味しい上にさらに美味しくなった。このね、表面の生地がパリッパリなんね。で、中はもうジュワーって感じです。もう香ばしさと、あとこの、ちょっとね、あの上の方がキャラメリゼっぽくなってる。不思議。うわ、これ焼こう。シュワシュワ感がめちゃくちゃ出た。最後の1個です。冷凍番号、最後の1個はデコレーションして食べます。想像以上の美味しさです。これね、ホイップクリームよく合いますね。チーズスフレの味わいとマンゴー、冷凍マンゴーのみずみずしさとホイップのクリーミーさが絶妙な相性。すごい美味しい。びっくりした。うわ、シュワシュワ感はそのままですからね。ごちそうさまでした。
コージーコーナーさんのチーズスフレ、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。久しぶりに食べましたね。相変わらず美味しい。しかも毎月今 1,2,3 はお安く買うことができます。今回いろいろレンチン、オーブン、まあ、デコレーションやりましたけど、焼いて焼きはね、衝撃的に美味しいです。ちょっとスフレチーズケーキいろいろ焼いてみようかなね。皆さんもぜひ試してみてください。焼きほんとびっくりしたな。